後ろなんですけど。後ろ。あ、そうですか。初めてなんですけどね。それから、これをね、はい、手を貸して、はい、で、ね、それで、これがろくろネックで触ってみて、はい、で、これをここに入れて、はい、回して。ほう。ね、ペタペタと叩くの、そう。それで、叩きながら回すの。叩く。そう。手で押して、はい、そう。はい、そうそうそう。こう。膝、もっと、ペタペタと。そうそうそう。こっちか。はい。水をつけな。水。あとは自分の好きなようにしろ。ありがとうございました。そんな手つきじゃダメなんだよ。もうにもう寄ってみろ、寄ってみろ。手入れて、手入れて。ダメだな。そんな手つきでね、茶碗ができるわけやねん。ちょっと貸してみろ。これ指をここに入れなきゃ。なんだよ。人が教えてやろうというのに、どうしてそういう態度を取るんだ。私はね、お師匠様。好きに作れてやる。好きに作れてだってな、いいか。よしよし、教えてやる。な、これはな、土もみ3年、ろくろが10年といって、それはそれなりの修行を積んでたな、ね、年季というものがなきゃダメなんだよ。私は人の肩を20年からつまんだろ。何や、肩と人を一緒にする場面がいるか。いいから、俺に貸しなさい。いいから。いや、あなたは、指のお前、使い方が心で作ってるんでございます。昨日今日来た奴に来るなんて言ってほしがねえない。いいから、俺に貸してみろと言うんだ。なんで教えてやると言ってんのに、お前は分からないやつだな。あなたも好きな方です。だから指の、いい茶碗を作ろうと思ったら、そこんところ、なんで、いいかげん、なんで、噛みやがった、この野郎。いや、あ、今ちょっと教えてたんです。心で作ったのか。面白い。私のものができたら一緒に焼いてあげよう。